国会では衆議院の予算委員会で補正予算案の審議が始まりました支持率の低迷が続く中岸田総理大臣は国民の信頼回復に努めていくと強調しました中継です。はい。減税措置の不評や政務三役の相次ぐ辞任さらには政治と金の問題も浮上し防戦一方の岸田総理にとって正念場となります物価高騰をはじめ 国民生活に関わる大きなま課題がま突きつけられています。こうした先送りできない課題に対しておくすくおくすることなくしっかりとこの判断をし、そして結果を出していく。自民党内でも何をやってもうまくいかないなどと手詰まり感が漂っています。自民党幹部は支持率上昇の特効薬は存在しない。 課題に一つずつ取り組むしかないと話しています一方午後からは立憲民主党の泉代表らが質問に立ち所得減税の是非や自民党派閥の政治資金問題などについて追及する方針です野党は国民には厳しく身内には甘いと批判を強めていて岸田総理を追い込みたい考えです